こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビット青、始めていきましょう。今回は6位、瞑想で那覇戦ですね。6位か、順位上だな。選手データ見ていきましょう。フラスコの、ディフェンダーのフラスコが、一人気を吐いてますね。と、SS が多いんですが、意外と強くない?勝てるかもしれないね。行ってみましょう。さてと、我が、スタメン、こうなってますね。緑を借り、月を隣へ。もう幸子を2本なんだ。ディフェンダー強くしないといけないよな。チャンスメーカーですからね。さあ、試合開始です。まあ、フォームということはあり、勝率自体は上回ってますね。お、早くも。おー、危ない。ここはキーパーが取ります。ラインの合いがしっかりしてるよな。なあ、こう、うまい。さあ、誰だ?当たりが強いな。さっきフラスコでしたね。S をたくさん持っている。このフラスコが強いんですよね。うまい、幸子。逆サイドへ。さて、おっと、まなみ。弱い。弱い。オサイド?オサイドなんだ。シュート。意外なシュートでしたよね。さあ、ここ気をつけないと。ああ、やばい。1対1になった。ああ。見事に、中央突破されましたよね。じゃあ。逆サイド、これは。パス回しがうまいですよね。さあ、ゴール前。ここは。確保しますが。縦パス。うん?
と、これはちょっと厳しいか。まどかが上がっていく。ダイが待っている。待っては、くるみだった。同点。高さがありますね、くるみは。敵のマークを、ものともせず、同点ですね。さあ、ここも気をつけたいところ。おっと、こぼれ玉、気をつけろ。エリカ、窓かへ。さあ、一気に縦に攻めます。そこ、ちょっと届かないか。さあ、落ち着いて、逆サイドへ。窓か、と、飛び込んできたくるみが、しかし、高かった。ここで前半終了ですね。なかなか面白い試合なんじゃないでしょうか。ミホに変えましょう。中をうまく割って、そこでまた外へ。と、チャンス、くるみ、決まった。後半早々、勝ち越しだ。さすがエースストライカー、くるみですね。大か、N1初得点に続き、この試合で2得点目、勝ち越しました。おっと、なんだこれ。おっと、今のは本当危なかった。おっと、やばい。ちょっと不用意前へ出しすぎ。同点だ、また。ウィングバックにしましょう。これで交代枠使い切りました。まだ30分以上ありますからね。おっと！と、これは！うわぁ！さあ、ミオ。おっと、力強く上げていった。しかし、さあ、決められない。ここは確実に決めてほしいとこなんですけどね。さあ、ナナコ。あと、なんでそこで、ファールだ。おっと、イエローカードです。フラスコだ。さあ、これで、守備の要をフラスコが、したんでね。エリカー！やったー！同点！アシストいてしましたね、なぜか。これはね、いい流れを作りたい。しかし、スタミナ合戦では相手が上。
なんとか止めますが、せめて同点と言いたいとこだが、とここはフリーになったミオが、さて誰か、あーこれはちょっと無理か、おっとくるみー、ちょっと無理、ちょっと球筋が良くなかったか、いいボールが渡ってこなかったってことですね。ファールではない。これはノーホイッスルか。フラスコ早い。あーっと、あー、これは厳しい。アディショナルタイムは2分です。あー、やられてしまいました。さあ先制したのは瞑想霊那覇です。完全に抜けられて、ついに隙間が空いちゃいましたよね。ちょっと対応が後手後手に回った。そしてくるみが、これは見事。上げて頭で合わせて、そしてこれはちょっと残念だったくるみ。しかし後半始まってすぐ、これはうまかった。まどかが上がって完全に裏を書いて、しかし魔野が、守備の甘さはこの試合目立ちましたね。あーっていう、左右に分回し、パス回しがうまいチームですからね、瞑想霊那覇は。それか必死になんとかしようとしますが、さあそしてくるみがこうちょこんと上げたところ、エリカがヘッドで、これは見事でした。さてくるみを上げてたんですが、これはボールが合わさず、そして問題のシーン、綾川完全に抜けられて、最後は内山が完全に最後もマークされて、タイムアップ、悔しい敗北です。それでまだ9位のままですね。11位の高知シマトスとは1点差です。このままでは満足できないです。さあ玉ね、残念。6000万っていうほど投入する
価値があるわけではないですからね。さあこれで5試合終わりました。成績は、1勝3敗1引き分け、9位です。11位、つまり入れ替え戦の高知島とストア、勝ち点1差、安心、全然危ないですよね。ここは確実に、勝ちを拾っていくしかないかと思います。悔しいですが次の試合も頑張りましょう。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。